では早速単走チャンピオン決定戦をどうぞ。7位という前半雨の中、ギリギリ止める、ギリギリ止める、角度つけた、角度つけた、悪くない、悪くないです。シリーズランキング第3位、ダメ、いいと思います。さあ本当に今年開花したこの田中が、ここからは東西統一チャンピオン決定戦。どうだ、どっちもちっちゃい、うわー入れ替えの2本目のスタートということになります。決勝戦どういうことになりますか。メインイベント追走チャンピオン決定戦、それに浜田はうまく合わせ、やりすぎた、やりすぎた、入ってる、近い近い近い、これは横井が見せた、これぞ横井だ。うまい。もちろんこの戦いは残した、なんで絶対だったけど残した、ドンと見たよ。さあ横井軸や、どっち、お前ら行くぞ。ギリギリ来た、全部倒してきた、全部倒してきた、危ない、知ってる選手がいる、ここ、うん、野間くん、野間くんだよね、ま、真野です、真野くん、バギーに沈んでたの引き上げたやつ、違う違う、細かくレギュレーション上大 OK なのこれは、あー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 、おー出た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 、車も沖縄の車が一番やってるんですよ、曲がっ、曲がっ、落ちてますブレーキパッドがここに本当に、うん、あのね、すごいね、頑張ってくれ、合わせようというところ。レディースリーグは最終戦、女王は誰のもの、そして新美がいやー狙って、これはおー、おー、おー、ここで一強一打、強一打、しかし身元もいいところの